とある冬の朝、僕は車に揺られて遠くまでやってきた。寒いとこに着いたな。あれ、リードが繋がってない？ここは自由に走れるのか？あお、走っていいのか？走っちゃうぞよし、まずは女の子のところへ我ながらなかなかの人気っぷりまたね。お、そして可愛い子供たちも。あれ、ちょっと警戒されてる？いや、大丈夫そうだな。あれ、俺のご主人様はどこだ？リード離さないでください。ありゃ、叱られちゃった。ご主人の皆様、ここでは絶対にリードを離さないでね。僕はイギー。やってきたのは白馬乗鞍温泉スキー場。数日前から一緒に滑ろうなって言っていたんだけど、滑るってなんだって思いながらついてきたら、雪一色のところについて足が冷たいんだよね。でも仲間がいっぱいいて楽しそうだワン。今日はこの楽しそうな真っ白な雪の庭を走り回るワン。なんだなんだ、乗り物か？怖そうだぞ。でも他のワンコがみんな乗ってるし、僕も乗ってみっか。もうご主人様が抱っこしてくれるって久しぶりだな。あー、乗れた。あー、高い。これリフトっていう乗り物らしい。このリフトって僕たちが乗れないところがほとんどなんだって。こうやって乗れるのは貴重らしいよ。もうだんだん慣れてくると気持ちいいかも。空飛んでるみたいだね。あー、楽しかった。みんな集まって次は何やるんだ？ご主人様たちはみんな変な道具を足につけてんだけど。あれ、そのまま行くのか？走ってもいいのかな？よし、走るか。あれ、ご主人様今日は早いな。足についてる道具で雪の上滑ってんぞ。しかも早い。よし、僕ももっと走ろっと。意外と走りやすいな。すごいなご主人様、今日は僕のスピードについてくる。こうやってご主人様と一緒に滑るのをジョアリングって言うんだって。よし、他のワンコと競争だ。いやー、こんなに全力で走ったの久しぶり。あー、ジョアリング気持ちいい。リフトにも慣れてきたし、何度でも走れるぞ。ワンちゃんも滑れるんだ。え、かわいい。あ、さっきの女の子たちだ。一緒に滑りますか？いいんですか？やった、一緒に滑れるぞ。ありがとうございました。ありがとうございました。マジ楽しかったな。あ、今度は足につけてた道具を外したぞ。ここは普通に散歩することもできるんだな。今度は何に乗ってんだ？これソリっていう道具らしいんだけど、これもこの長いコースで遊べるんだって。お前もソリに乗るんかい。あ、ここふわふわ、体が沈む。雪ってこんなことしても遊べるんだね。スキー場ってこんなに我らワンコでも遊べるんだね。知らなかった。まさしくワンダフル。あ、今日
今日は帰らないんだな。ここはハスキーくんたちがいるな。そしてその名もハスキー。あ、ここに泊まるんだね。はい、楽しかったですか？あ、はい一緒に滑ってきました。あ、よかったね。部屋には僕のベッドもあって最高じゃない。いっぱい遊んでここでくつろいで、こりゃ癒しだね、人間で言う。そしてご主人様は、じゃあ乾杯。やっぱり飲むよね。そして美味しそうなものがテーブルに。ご褒美欲しいワン。いい最高やで。いつもドッグフードしかくれないんだから、何かくれくれ、僕にもくれ。いいしでもありません。くれないんかい。また来年も来ますか。来年も来ますか。もちろん来年も来るワン。来る来るな。これでももらえないんかい。でも本当に楽しかったからまた来よっと。来年はご褒美もゲットするワン。